アリーとバジーの I O P O N I X。英語の名詞と数一食べ物編。英語の名詞と数実はいろんな落とし穴があるんですよね。今日は食べ物の数え方を三つのクイズで覚えてみましょう。第一問。 私はりんごが好きはどっち ?I like an apple.I like apples. あれこれどっちもりんごが好きっていうことじゃないの正解は I like apples. えどうして I like an apple じゃあダメなのあと The の動画では The apple は特別なりんご ってことなんだけど、an apple はどれでもいいっていう意味なんじゃないのと思いますよね。どうしてリンゴが好きというときは、apples と複数形で言うんでしょうか。これを、彼女は背の高い男の子が好きという文章で考えてみましょう。背の高い男の子が好きと普通言うとき、背の高い男の子だったら誰でもいいということ。 つまり A 君でも B 君でも誰でも好きということになりますこういう時と複数形で言いますつまりのように複数形にすることで背の高い男の子というものを抽象的に一般化することができるわけですだけどもしものように「あ」で言うとどうでしょうそうすると「She likes a tall boy」 His name is Mike のようにある一人の背のの高い男の子が好きで彼の名前ははマイクのようにその好きな子を人に話が続いていくような感じがするんだよねつまり「あ」とか「あん」で言うとその一個に意味がある感じがするっていうことそうだから「I like an apple」だと一個のリンゴだけが好きっていう意味になってちょっと変な感じがするんだ じゃあ、例えば犬が好きという時も特に決まった犬じゃなくていろんな犬が好きな時は複数形で I like dogs って言うんだねそういうこと第2問私はご飯が好きはどっち ?I like rice I like r i c e s 正解は I like rice S, えー、S をつけるんじゃないの <S, S をつけられるのは数えられるもののだだけだよ。数えられない食べ物が好きな時は S なしでそのまま I like rice っていうよ。例えばバナナやリンゴは1個2個と食べる時の形がはっきり数えられますが牛乳やお肉はいろんな形になって普通決められた1個の形というものがありません。 こういう風うに食べる時の形がいろいろで、一個二個と言いにくいものは数えられない名詞になります。つまり、S がつかないんだ。ご飯は一粒二粒と数えられそうな気がするのにね。例えば、おにぎりは一個二個と食べる時の形がはっきりイメージできるから、おにぎりが好きは、I like rice balls. それから、Rices. のように普通数えられない名詞を複数形で言うとバスマティライスやタイ米雑穀米などいろんな種類のお米という意味になりますじゃあお米のほかにも普通 S をつけないでいる食べ物見てみようミルクティーカーヒーのような飲み物シュガーペッパーフラワーのような粉物。ライスセリオル ポップコーン、パスタ、スパゲティ、ラーメン、ブレッドのような炭水化物。スピニッシュ、セロリレディスのような葉っぱの野菜。チキン、ビーフ、ポーク、フィッシュのような肉や魚。チーズ、アイスクリーム、ヨーグル、もそう。それからお寿司は日本語だと数えられるのですが。 英語では S がつかない数えられない食べ物になります。じゃあお寿司が好きは I like sushi。ちなみにお店でコーヒーを頼むときなどコーヒー一杯の形がはっきりしているときは one coffee, two coffees のように数えられるようになるよ。3> 第三問だらん。私はピザが好きはどっち？ ピッツうんピザは1枚二2枚って数えられるから I、like、ブブーおしいえー、正解はた、like、確かにピザは1枚二2枚って数えられるけど1枚丸まるごと1人で食べるわけじゃないよね数えられるんだけどその一部しか食べないものは I like、pizza. て言うんだ。他にもスイカやメロンのように普通1人で丸ごと全部食べないものはスイカを買ったという時は I bought a watermelon. と言いますがスイカが好きは I <like> watermelon. のようにあもも S もつけませんこれは「あ」や「s」をつけないことでスイカというものの素材を表現しているのです。 そういえば、ケーキもそうだね。英語で a cake と言うとケーキ丸ごとのことだから、普通ケー、が好キと言いたいときは I like c ケ k e と言うよ。だからピザ ordered two pizzas と言いますがピザを2切れ食べた。I had two slices of pizza. I ate two pieces of pizza. ピザを食べた。I had some pizza. ピザ h a ピザ o m e pizza. I ate some pizza. のように言います。ちなみにこれはりんごでも同じ普通海外の人はりんごを1人1個丸ごと食べることが多いのですがフルーツカクテルなどで小さく切ったりんごは数えられないりんごになりますということでちなみに日本風に小さく切ったりんごはア e s l スライスっていうよ。